初めて知りました。なのでこれすごく私の中の節約ポイントです。皆さんこんにちは。料理家、再現レシピ研究家、ドキマニア、シャトレーゼマニアの稲垣飛鳥です。今日は先日小学校を卒業した娘の卒業式の日に着た衣装の話です。我が家はスタジオアリスで撮影と袴一式のレンタルがセットになっているものにしました。料金のこと、着付けのこと、そして私なりの節約ポイントなどを、お話ししようと思うので、最後まで見ていただけると嬉しいです。本当ここ最近なんですけど、小学生の女の子の卒業式の時の衣装がもう袴率がねどんどん高くなってるんですよね。で娘も1年前ぐらいから袴が卒業式の時に着たいと言ってまして、1年前から結構ネットでチェックをしていました。で今結構安くネットでも購入できるんですよね。1万5000円ぐらいで購入できるものがあったので、それにもうほぼほぼしようと思ってたんですが、口コミを見るとね、やっぱり生地がすごく薄いだとか、当日に着崩れるっていう口コミが結構あったので、ちょっと買うのは踏みとどまって、レンタルでというわけで探していたところ、以前スタジオアリスで撮影をしたことがあったので、袴と撮影のセットがありますよというハガキが届きました。はがきが届いたので、ホームページをチェックすると、なかなか良さげだったので、じゃあもうアリスに決めようかというわけで、うちは娘のお友達と一緒に撮影をしに行くようにしました。でこのスタジオアリスの、撮影と袴レンタルのセットなんですけれども、撮影代金は、スタジオアリスを利用された方はよくご存知の通りに3300円です。撮影料金はこれ以上かかりません。いくら撮っても1枚撮ってももう何百枚撮っても3300円です。で、プラスレンタル代金が袴一式もうね全て入ってて、草履とか旅とか髪飾りまで本当に何も買わなくていい、全てのものが、レンタルできて、そのレンタル代が1万1000円です。でちなみにこの、一式なんですけど、スタジオアリスで撮影をした日から、卒業式の、3日後まで借りることができるというわけで、すごく長期間、借りておくことができます。なのでね、撮影後にねお家で来て、うちは12月に撮影をしたので、初詣に墓まで行くとかいうこともできます。でスタジオアリス撮影代が3300円で、袴一式のレンタルセットが1万1000円で、最低、1万4000以上かかるんですけれども、この時におすすめなのが、予算を決めておくということです。うちはちなみに、3万円ぐらいで、購入できたらいいなという予算を立てていました。で撮影までの流れなんですけれども、まずスタジオアリスに予約を入れます。で予約をして行った時に、サイズですね、袴のサイズを決めます。そして柄を決めます。で、撮影する日を決めます。ここまでがまず最初に、初日に行った時にやることです。で、撮影当日ですけれども、この日は袴で撮影するんですけど、うちは私服の撮影もしたいということで、自宅から、私服、そしてランドセルで兄の卒業証書を持っていきました。なので結構ランドセルとか卒業証書をこう上級生に借りて持っていくっていうのは周りの先輩ママから聞いて持っていきました。続いて撮影当日の日のポイントなんですけど、撮影とデータ選びトータルで3時間はかかるかなと思っておいた方がいいかと思います。特にうちは娘と娘のお友達と一緒に行って2人で撮るカットのものもあったので、ちょっと多めに余裕を持っていましたが、この撮影の日にはその撮影の後に予定は入れない方がいいと思います。撮影はもう本当にプロなのでサクサクと進んでいくので、そんなに時間かからず、うちは1人のカットとお友達とのカットも合わせて全部で90カットぐらい撮影しました。でその後にデータ選びですよね。ここで結構ね時間がかかって疲れるっていうのが過去の経験にあったので、もう同じようなカットはもうサクサクもう切っていきました。で90カットある中からもだいぶ減らして、全部でうちは25カットぐらいにまで絞ったんですね。でもやっぱりこのスタジオアリスさんをはじめ、こういうね撮影するところって一つのカットを残すのにめちゃくちゃ
お高いんですよ。で、L 版だと、1枚もこすのにね、1500円ぐらいするんですよね。なのでもう10枚そこで残すだけで1万5000円もかかってしまうんです。でちょっともう恥ずかしいですけど、店員さんにもうとにかくデータが欲しいんです、データは1年後で全然いいんです、なのでデータをなるべくたくさん残す方法を教えてくださいって言って教えていただいたのが、キーホルダーの丸型の両面なんです。一つのキーホルダーに、2枚残せるんですね、データが。でそれがキーホルダー1つで、1580円、なので1つのデータが790円で残せる。これ一番安かったんですね。というわけでうちはもう必要ないんですけど、キーホルダーを8個頼みました。というわけでデータを16カット、残すことができたんです。でその商品、キーホルダーの商品だけは撮影して1週間後ぐらいにもう出来上がって、こんな風にね、うち8個もキーホルダーがあるので、こんな風に商品を年明けすぐに取りに行ってきました。まあ、こんな風に結構ね大きいんですよね、丸いキーホルダーに裏にもねデータが入ってるんですよ。なので、まあ、このデータは1年後もらえるので、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとかにあげるのでもいいなと思ってます。私も初めてこの丸型のキーホルダー両面にするのが一番データが残せるということを今回初めて知りました。なのでこれすごく私の中の節約ポイントです。値段ですよね。ちょうど、そのキーホルダーを1つのキーホルダーが1580円で、16データなので8個のキーホルダーを注文して、撮影代とかレンタル代を全部合わせて3万1504円でした。なのでもう当初の予算3万円とほぼほぼ同じで、たっぷりデータも残せて、もう私的にはもう今回のこの撮影&レンタルはすごく大満足です。でちなみに2データはすぐにダウンロードできるプレゼントがあったんですね。それね、ポケットアリスというスタジオアリスの、アプリを入れたらまず1つデータがもらえる。あとうちは過去に撮影したことがあったので、袴にとレンタルしませんかというハガキをいただいて、それを持参するともう1データもらえるということで、2データを、すぐに撮影した次の日だったかなにダウンロードできました。それはもうね、すぐにね、おじいちゃんおばあちゃんにシェアしました。で最後に、レンタルした袴の着付けについてです。うちは撮影を12月23日にしました。で卒業式が3月20日だったので、めちゃくちゃ期間があったんですね。3ヶ月ぐらい期間があったんですけど、私ね卒業式の2日前まで一度も開けてなかったんです。まあ、ちょっと息子の受験があったりとかで、まあ、余裕がなくって一度も開けてなくて、2日前に初めてもうそろそろやらないとと思って開けて、中にね着付けの仕方がの紙があるんですよ。こんな風に写真でね、めちゃめちゃね細かくね、もうすごいかなり細かく載せてくれてるんですけど、やっぱりね端折ってる部分があるんですよ。で最初ねこの説明書通りに着せたらもう本当にぐちゃぐちゃで泣きそうになったんですけど、この説明書のですね横にねちゃんと QR コードがついてて、スタジオアリスさんが出している YouTube のこの袴の着付けの仕方動画がありました。でその動画を 0.25 倍再生、もうめちゃくちゃゆっくりにして、ほんと何回もこう、巻き戻し、もう戻しながら着せたらめちゃくちゃ綺麗に着せれました。 2,3 回着せるともう何も見ずに着せれるぐらいになったので、もう私はちょっと当日のね2日前というギリギリに初めてやったんですけど、せっかくね3ヶ月の期間があったんやったら冬休みにね一度でも着せておけばよかったなっていうのが反省です。でも本当に全然着付けをお願いしなくても 2,3 回着せたら全然初心者でも、着付けをすることができます。というわけで今回のこの、袴レンタルセットの撮影はすごく良かったです。すごくおすすめです。
卒業式に袴を着られる方におすすめなのは、アリスさんの場合だと9月の末から、このレンタルが始まっているので早めに行った方が柄がたくさんあります。うちはもうね1ヶ月後に行ったのでいいなってやっぱね可愛いなって思うものはねもうすでにレンタルもう出てしまっててないっていうのでなるべく早くがおすすめです。そして、着付けの練習は冬休みとかもう少し1ヶ月前ぐらいに練習しておくといいかなと思います。あ、でちなみに袴のセットなんですけどこんな風にこうバッグでねレンタルしてもらってすごくコンパクトにこう持ち帰れるようになってました。はい、というわけで、今後袴をね着たいなというお子さんがお持ちの、方に参考になれば嬉しいです。今日の動画が良かったよっていう方はグッドボタンお願いします。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。 YouTube 以外に Instagram やブログもやっているのでそちらの方のフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。